アイテム番号、SCP-527JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-527JP はその性質上移動させることは不可能なため、SCP-527JP を含む地域一帯を封鎖し周辺に住宅に偽装したサイト、81、を建設します。サイト、81、に勤める職員は実験用の D クラスを除いて全て女性で構成してください。また、近隣住民に定期的に記憶処理を行いつつカバーストーリー、開発工事、を適用してください。SCP-527JP に関するインターネット上の情報などは発見され次第、情報の検閲を行ってください。説明、SCP-527JP は、神奈川県、市に存在する十字路の交差点及びそれを構成する道路です。それぞれの道路は完全に直角に交わっており、それぞれの道路が平均して高さ2メートルを超えるコンクリート塀で覆われているため、一般的な歩行者が左右の道路を視認することは困難です。SCP-527JP を構成するいずれかの道路から16、22歳の男性、以下、被験者と老期が SCP-527JP 交差点に歩行によって侵入した場合、SCP-527JP の異常な特性が発揮されます。被験者が交差点に侵入する瞬間、被験者から見て左右いずれかの道路から被験者とおおよそ同年代の外見をした女性1に見える人が多実態、以下。SCP-527JP、1と老期が出現し、必ずお互いの肉体が衝突します。この時出現する SCP-527JP、1が被験者によって外見が著しく変化する点、また被験者へのインタビュー記録から、SCP-527JP は何らかの手段によって被験者の趣向を読み取っていると推測されています。また、SCP-527JP、1は通常の人間と同程度の耐久性を持ち、ほぼ全ての場合激突した際に被験者と同程度の損傷を負います。SCP-527JP の出現、消失の瞬間を映像機器によって捉える試みは不自然なノイズや飛来する遮蔽物の存在によって失敗に終わっています。被験者は1回目の SCP-527JP、1との衝突を経験した際、SCP-527JP、1のことを、運命の人、であると認識し、以降衝突ごとに3分から20分程度の雑談を行った後に SCP-527JP、1はその場を離れ、消失します23。その後被験者は第4回目の衝突時まで、SCP-527JP を通りたいという欲求を示し、でき得る限り毎日 SCP-527JP を通行しようとします4。この状態の被験者はクラス B 記憶処理によって感知が可能です。被験者と SCP-527JP、1の衝突時の衝撃は回数を重ねるごとに強力になります。これについては下記の表を参照してください。衝突回数、衝突時の衝撃。1回目、通常の体格の人間が 10km 毎時で衝突する力とほぼ同等の衝撃力。個人差にもよるが被験者は転倒時に擦り傷、軽い打撲を生じる。2回目、一般的な家庭用自転車が 20km 毎時で衝突する力とほぼ同等の衝撃力。被験者は多くの場合打ち身や捻挫、場合によっては骨折を生じる。3回目、一般的な軽自動車が 40km 毎時で衝突する力とほぼ同等の衝撃力。ほぼ全ての場合において被験者は軽度から重度の骨折及び打ち出血を生じる。4回目、一般的な平田ボディカルトラックが 60km 毎時で衝突する力とほぼ同等の衝撃力。被験者は重度の骨折や内臓破裂を生じるが、現在までこの段階での被験者の死亡は確認されていない。5回目、測定不能。この衝撃によって発生する余波が膨大なものと推測されているにもかかわらず、余波は計測されていない。被験者は4回目の衝突を経験した場合、SCP-527JP 及び SCP-527JP-1 に対して消極的な反応を示し、でき得る限り SCP-527JP を通行しないよう試みます。被験者へのインタビューを行ったところ全員が、SCP-527JP-1 と喧嘩別れをした、という馬の供述を行っており、このことが原因であると推測されています。SCP-527JP を用いた実験記録は下記を参照してください。実験記録527、1。対象、
D、527万120歳、衝突1回目。実施方法。交差している4つの道路のうち向かい合った2つを厚さ50センチメートルのコンクリート壁によって封鎖し、D、52701を SCP-527JP 交差点に侵入させる。これによって SCP-527JP-1 の出現の抑制が可能であるかを実験する。結果、SCP-527JP-1 はコンクリート壁を無傷で粉砕し、D-52701 と衝突した。D-52701 との衝突時の衝撃は通常のものと同等であった。分析。SCP-527JP-1 はコンクリート壁を無傷で破壊したにもかかわらず、D-52701 との衝突時には通常通りの衝撃であったことから SCP-527JP-1 ではなく SCP-527JP 自体の影響によってコンクリート壁が破壊されたと考えられる。いわゆる恋する乙女のパワー、というものでしょうか。研究員。実験記録527、2。対象。D-527 万、221歳、衝突1回目。D-527 万、321歳、衝突1回目。二人の女性に対する趣向はかなり異なっている。実施方法。二人同時に SCP-527JP 交差点に侵入させる。SCP-527JP-1 が同時に2体以上出現するかを実験する。結果、SCP-527JP-1 は1体のみ出現し、D-52703 に衝突。D-52702 には何も起こらなかった。分析、SCP-527JP-1 は侵入した男性が2人以上存在する場合でも1体のみしか出現しないことが判明した。また、確認された SCP-527JP-1 の容姿が事前に言ったアンケートの回答結果と比較して D-52703 の趣向に近いことから、D-52703 が被験者として選択されたと考えられる。また、D-52702 には軽度のうつ症状の傾向が見られる。追加でサイト勤務者への調査を行ったところ、D-52703 の方が客観的に容姿が良いという結果になりました。この結果と SCP-527JP-1 が D-52703 を選択したという事実との因果関係は不明です。研究員。実験記録527、3。対象。D-527 万、417歳、衝突1回目、事前のテストにより、同性への強い性的指向を持つことが確認されている。実施方法。異性ではなく同性愛者が侵入した場合、SCP-527JP-1 個体が出現するかを実験する。結果、男性の見た目をした SCP-527JP-1 個体が出現。容姿以外のあらゆる点で他の SCP-527JP 個体との差は確認されなかった。分析、SCP-527JP-1 は被験者に応じて容姿のみでなく見かけ上の性別をも変えることが可能であることが確認された。後日、追加で女性 D クラス職員の同性愛者を用いた実験が行われたが、SCP-527JP-1 個体の発生は確認されなかった。実験記録527、4。対象、D-527 万、519歳、衝突5回目。実施方法、4回目の衝突を行った被験者を SCP-527JP 交差点に侵入させ、反応を記録する。結果、編集済み。詳細は音声記録527、1を参照してください。録音開始。研究員。それでは実験を始めます。D-52705 交差点内へ侵入してください。D-52705。なあ、やっぱ俺、嫌だよ。彼女に嫌われたに違いないんだ。もう会いたく。研究員。D-52705これはあなたの慰安旅行ではなく正式な実験です。指示通りにしてください。D-52705 は、わかったよ、進む、進むからさ。D-52705 が SCP-527JP 交差点内に侵入。SCP-527JP-1 は出現せず。研究員、何か異常なことはありませんか？ D-52705 何もないよ。彼女もいない。やっぱり俺に愛想をつかしたんだ。くそ。俺は彼女になんてことを。研究員。D-52705 それ以上実験と関係のない発言をすれば強制収容を行います。周りの状況を詳しく説明してください。
52705。何もないって、特に何の異常も、何もない。ただの交差点だ。研究員。そうですか、実験を終了します。速やかにその場から離脱してください。D、52705。D、52705。ああ、こんなところ二度と、うんなんだあや。研究員。どうしました？ D、52705。SCP-527JP、1が被験者から見て右の道路から出現。非常にゆったりとしたスピードで走っている。D、52705。え、なんで、なんでここに？ SCP-527JP、1。先輩、私、間違ってました。私やっぱり先輩とじゃなきゃダメなんです。それなのに私あんなむごいことを言って。D、52705。俺の方こそごめん、そっちの気持ちも考えずにあんなむごいことを言って、もう、会えないかと思った。D、52705が SCP-527JP、1に向かって走り出す。研究員。D、52705戻りなさい。D、52705。SCP-527JP、1。先輩、先輩もう私、絶対に離れない。私たち、ずっと一緒です。ずっとずっと、離れません。絶対に。D、52705。ああ、ずっと一緒だ。絶対に離れない。俺たちは一つになるんだ。SCP-527JP、1。先輩、嬉しいです。私には先輩しか考えられないんです。抱きしめてほしいです。ずっと離さないでほしいです。D、52705。ああ、いいぞ。胸に飛び込んできてくれ。俺たちが出会った時みたいに、もうずっと一緒だ。D、52705と SCP-527JP、1が衝突。凄まじい衝撃音が発生し音声機器が破壊される。録音終了。終了報告書。D、52705と SCP-527JP、1の肉体は、ミキサーにかけられたよう、と形容されるほどに粉砕し、肉体が文字通り一つになっていました。D、52705は死亡。特筆すべき点として SCP-527JP、1のものと思われる肉体からは DNA などの個人の特定が可能な情報物質が検出されませんでした。今回は被験者の死亡、および SCP-527JP、1の消失が確認されなかった唯一の例ですが、SCP-527JP、1の死体から情報が解くられない以上、これ以上の5回目の衝突は行うべきでないと思われます。また、その後の実験においても SCP-527JP、1個体の発生が確認されているため、今後何らかの要因によって5回目の衝突が発生したとしても、当オブジェクトの無力化は不可能であると考えられています。